バチスカーフ、トリエステバチスカーフとは、スイスの物理学者、オーギュスト・ピカールによって発明された、推進力を持ち深海を自由に動き回ることが、可能な小型の深海探査艇である。ギリシア語の、バシーズと、スカフォーズを合わせた造語である。歴史的経過などにより、現在は、深海探査艇のうちピカールが設計した一連の、 個体及びそれに類似したタイプを指す総称となっている。講義の探査艇全般に関しては、深海探査艇の記事を参照。トリエステ号の内部構造艇は、フロート、キャビン、水バラストタンク、固形バラスト収納部、動力部などからなる。フロートには、浮力材として入手しやすく、水より軽いガソリンが充填されている。 ガソリンのような液体は圧力によって体積がほとんど変わらず液体で満たしておけば周囲の水圧がフロートを押し潰すような力は加わらない。このためフロートのガソリンタンクはさほど頑丈に作る必要がない。使用されるガソリンは潜水海域に到着してから注入される。潜水が終了してからガソリンを回収して窒素ガスを注入する。 人が乗るキャビンは潜水球と同様の構造をしているが、古典的な潜水球のようにケーブルで、海面上の船舶などより吊り下ろされているのではなく、艇の一部をなすフロートより剣下されている。キャビン内部は、海面上の気圧に近い圧力の空気で満たされているため、周囲の水圧との莫大な圧力差に耐えなければならず、極めて頑丈に作られている。バチスカーフは、 潜水艦と同様に、海上では、水バラストタンクに空気を満たして、停滞を浮かせ、先行する際に、タンクへ海水を入れる。しかし、バチスカーフの潜ることが想定されている深度では、水圧が高すぎ、潜水艦のようにタンク内の水を圧縮空気で排水して浮上することは困難である。そのため、バチスカーフは、排水する代わりに、 方眼型の固形バラストを捨てて浮上する。これは海底に残される。固形バラスト収納部はロート型をしていて、そこが常に開いている。ロートの口の部分に装備された電磁石によってバラストが保持されていて、浮上に新たな動力を必要としない。また、もし事故で電力が切れてもバラストは重力に従って落下し、低が自動的に浮上するため、 フェール政府である。前述のフロート内のガソリンを排出し、海水を取り入れることで浮力を微調整することも可能である。最初のバチスカーフ f n r s には、ベルギー国立科学研究基金にちなんで名付けられた。これはベルギーで1946年から48年にかけて、ピカールによって建造された。推進力は、電池駆動のモーターであった。 1948年11月3日の西アフリカのダカール沖での試験先行では無人で1394メートル先行したのみだったがピカールは希望を抱いた深海の圧力に耐圧核は耐えたものの波によりフロートが破損して内部のガソリンが漏れてしまった FNRS-2 は FNRS の資金が少なくなったので フランス海軍に売却され、改造され、FNRS-3 になった。ピカールは当初、相談役として、フランス海軍の作業に参加したが、1年程度で、離脱した。オーギュストの息子のジャック・ピカールも、関心を抱き、FNRS-2 の開発に参加するようになっていた。ジャック・イブクストーも改造された、FNRS-3 に登場した。 ピカール第2のバツスカーフはトリエステ号であり、これは1957年アメリカ海軍に買い上げられた。トリエステ号は2つの水バラストタンクと12万リットルのガソリンが詰まった11個の浮力タンクを持っていた。トリエステ号の耐圧核は FNRS-2 のような鋳造ではなく単造だった。トリエステには 溶有石英よりも強靭で透明度が高い第二次世界大戦中に航空機のキャノピーの素材として使用されたアクリル製の厚みが1 5トルの観測窓が備えられた。地中海での先行は成功したが世界最新のチャレンジャー海武に先行するためには資金が不足していた。そのため1955年頃にロンドンでの科学会議で アメリカ海軍研究局に勤務していた地質学者のロバート・ディーツが海軍に交渉し冷戦だった当時ソビエトに対して優位性を示したい海軍との思惑が一致してトリエステの計画を支援する運びとなった1957年の夏に ONR の支援で地中海に先行した1958年に ONR は25万ドルで トリエステを購入した。ジャックも、この計画に参加することに了承した。チャレンジャー海ぶちへの選考には、当初ジャックは登場しない予定だったが、ジャックが登場を強く求めて認められた。1960年、トリエステ号は、ピカールの息子、ジャック・ピカールとドン・オルシュ大尉の操縦によって、地球表面で最も深い地点、すなわち、 マリアナ海溝のチャレンジャー海淵に到達した。2012年に映画監督のジェームズ・キャメロンが潜水艇ディープシーチャレンジャーで同じチャレンジャー海淵最深部に潜るまで二人は他に並ぶもののない世界最深の男だった。船内の危機器は振動37,800フィートだと示したが後にこの値は 塩分と温度による誤差を考慮して36,813フィートに修正された。1995年、日本の無人深海探査機、海溝による精密な測定の結果、チャレンジャー海部地は、さらに浅く、35,798フィートである、ことが判明した。ありがとうございます。